皆さんこんにちは、アーキシップライブラリーカフェの飯田です。今日は、このカフェの、棚にある本を説明する、シリーズの第3弾ということで、ちょうどあの入り口入って、左側の棚、それから奥の棚っていうのを第1弾、第2弾でやりましたけども、今日はその入って右側にある棚の話をしたいと思います。でこれはあの建築というよりもむしろアート系の本がここに集まってますけども、そうは言っても、まあ、建築が目立つというか、まあ、この特にこの真ん中ちょうど中段にあるのが、スペインで出している雑誌ですけども、エル・クロッキーという建築のシリーズです。でこの雑誌の特徴というのは一冊ずつ建築家の特集になっていて、で、それがもう何年でしょうか、30年近い年月ずっと、シリーズで出し続けているっていう非常に、稀有な、建築の、雑誌というよりもなんか単行本をシリーズで出しているようなんですね。で、今はどうか、ちょっと分かりませんけども、最初から日本人の鈴木さんという写真家が関わっていて、一人で全部撮っている、そういう非常に珍しい本です。で僕はあのこのエル・クロッキーというのを、ちょうどこの最初の方ですけども、ホーク・フィメルブラウという、建築家の集団がいるんですが、事務所があるんですけども、このホーク・フィメルブラウという、建築家たちの特集をしたこの本をですね、これをウィーンでちょうど買ったんですね。でこれはあのウィーンの非常にこう歴史的な建物の上にものすごい一種のこうデコンとして作られた、あの会社の何て言うんでしょうね、ある会社の会議室のようなものですけども、ゲストハウスみたいなものですけども、これは実際に僕見ましたが、大変素晴らしいこう何て言うんでしょう、コラボレーションといいますか。つまり歴史的地区の中にものすごく新しいものが出来上がってるっていうことの典型でしたが、ちょうどこれをウィーンで見つけて、でこれをエル・クロッキーを買って帰ったわけです。で初めてこの時知ったんですけども、これが最初です。であのこっちの本屋さんにこのエル・クロの話をしたらば、少しずつ入ってきていて、でこれから前のやつをちょっと買ったりとか、ここからずっと出るたびに買っていったという、そういう、シリーズですね。で今この時40号でしたけども、一番新しいので見ると202号ですから、この間ずっと、まあ、いろんな建築家これ入ってますけども、僕たちは、このエルクロでいろんなその新しい建築というのを、見たり、新しい建築家というのを見たりしながらずっと学習してきたみたいなところもあります。これは非常に僕にとっては大事な本なので、この真ん中に、ずっとあるわけです。もうちょっとすると棚がなくなりますから、どうしようかなというところですが、まあ、あと多分、2,3 年は大丈夫だというふうに思います。でここにそのエル・クロッキーのゾーンがあります。でこの、 あの A とか言うとこの一番上の棚ですが、これ GA の、これは、いわゆる、GA が出してる、ね、いわゆるメインストリームのシリーズですけども、GA のシリーズがここにあります。で、ここがですね、大体、なんて言ったらいいんでしょうね、アーティストというのは、必ずしも例えば絵を描いてる人が絵だけやってるっていうもんでもないんですが、なんとなく分類としてこの一番上が少しまあプロダクトではないですけども、やっぱり、絵画というのをなんとなく中心に一番上は置いている。で、まあ、いろんな作家がいますけども、ですね、なんて言ってるんだ、ここにある本はいただいた本ももちろんあるし買った本もあるんですけども、僕が見てきた展覧会の図録というのが割と多いんですね。で、実際には展覧会に行って図録を買って、
買うという習慣ができてますが、まあ、そこでいろいろ手に入れたものとかもありますし、もろもろといえばもろもろなんですが、いろいろな本があります。例えば、必ずしもその、タブローだけではないんですが、ここに、春画展という、これは最近割と評判になりましたけれども、日本の江戸時代の春画ですね。でこれが非常に、高い評価を、ナショナルギャラリー、ロンドンで受けて、それが日本でまた里帰りしたという時の春画の本ですね。これは本自体が非常に綺麗な絵を持っているんですね。こんなのがあったりとか、それから、僕は好きなので、例えば松本俊介とかですね、これは神奈川近代美術館でやった時の松本俊介ってんですけども、近代美術館を代表する絵である、この立てる像というこういう、これ有名な絵ですけども、これも含めた割と、若い頃からの作品がここにあります。で松本俊介の、息子さんというのは建築家で、いわゆるアトリエというよりも組織にいらした方ですけども、なかなかこう何て言うんでしょう、やっぱりその一つのこう美の系譜みたいなものはあるように思いますけども、日本近代をやっぱり代表する非常にこう優れた画家ですね。それから、藤田がありますね。こういう藤田が、これも僕が好きな作家ですね。好きな作家というのは大体 2,3 冊あるんじゃないかなというふうに思いますが、それからですね、まあいろいろありますけども、例えばここに増谷さんと、増谷高貞といういわゆるモノ派の、作家、この方は今ロンドンかにギャラリーってます。自分のアトリエがあって、そこで制作をされてますけども、建築家の安藤さんなんかも割と親しいですね。大阪人ですね。でこの人は僕もいくつか絵を持ってますけども、ボンドをですねこう垂らしてこう固めて、でその上にこういわゆる鉛筆でずっとこう色というか黒い色を入れていくような作品が、これなんかそうですね。こういう風に見るんですけども、こう垂らしてでこうずっと黒いタッチでこう埋めていく、そういうことをやったりしてる。モノ派というのが、近年その世界的な評価があって、この人もその一人ですけども、ある意味日本を代表する、グループになってますね。他にもいろいろありますけども、この辺の例えば山口晃とか、それからここに相田誠っていうのがいますけども、それは大体同世代、今の日本の、いろんな意味で物議をかましてるといいますか、話題になってる。相田誠っていうのはもう非常にこう僕は好きですけど、この人ものすごく映画がうまいけども、非常にふざけたことをやっているというとても嬉しい作家ですね。まあ、こういう形が、の作品があったりします。それから、この2段目はですね、どちらかというと、彫刻が多いです。このブランクーシーから始まって、例えばジャコメッティがあったり、それから、セラが、リチャード・セラがあったり、それからアントニー・ゴームリーの本があったり、それから最近だと、ラファエリアソンという今ちょうど、キバの、美術館、現代美術館で、
ここまで見てませんけども、ブラフェリアさんだったりします。この辺にもちょっとパブロが降りてきてますね。ここにクリストがあります。でクリストはつい、3月になりますか。6月の5月か6月に亡くなりましたけども、僕が好きな作家で、ちょっと向こうにカメラを向けていただくと、ちょうどここにクリストが3枚今壁にかけてありますが、これはちょっとその追悼の意味でこう思ってクリストの作品をちょっとかけてありますね。で、まあこういう作家の本があったりします。それからタブローで、ここにやっぱり非常に僕は好きな作家がいますけども、このアンドリュー・ワイエス、これはアメリカを代表する、この人ものすごい絵が上手いと思うけども、画家ですね。それから、ここにアントニオ・ロペスという、やはりこれスペインですね。これ誰かがリコメンドしてますけども、スペインのやっぱり写実の画家ですね。ここにマーク・ロスコというやっぱり、作家の本が3冊ありますけども、このロスコというのも非常に何て言うんでしょうね、アメリカのやっぱり抽象絵画の、代表選手みたいな人で、これ実際の絵を見ないとよく分かんないところがありますけども、日本の川村記念美術館っていうのが千葉にあるんですけども、そこにかなりロスコのまとまった絵があって、そこはロスコの部屋というのがありますから、行ってみられたらいいと思いますが、ここにベーコンがあったり、いろいろですね、そういう一種のこうカタログの世界がここにあります。それからこの下にやはり建築が、これちょっと大型門が入るように少し高くしたところがありますので、ここに少し建築の本があります。それから、この辺りにですね、なんていうのかな、最近いろいろやっぱりこのエル・クロッキーみたいな、作家を特集するような形で、定期的に出てくる本があって、でそれがこの2段になったりします。それからここに大体、写真が集まっています。トーマス・ルフ、これはいわゆるドイツを代表する写真家ですし、ウォルフガング・ティルマンス、これもそうですね。それから、エイプル・ソープというやっぱりアメリカの、この人はゲイでエイズで亡くなりましたけども、メイプル・ソース。それから、このヘルムート・ニュートン、ニュートンというのは、ファッション写真で名を馳せた人ですけども、非常にこう女性をこう何て言うんですか、力強く写す人ですね。それからまあ変わったところでは、藤原新也、この藤原新也というこれ写真家と言っていいのか文筆家と言っていいのかあれですけども、日本の一つの、そういった何て言うんでしょうね、知性を表現している、そういう人だというふうに思います。で写真が好きですので、いろいろありますけども、僕は建築やってなかったら写真をやりたかったなというふうに思いますが、自分ではそんな撮りませんけども、そういうふうに、好きな写真家の作品があります。であとはいろいろその何て言うんですか、アート系の、あんまりこう分野にとらわれないような人たちがいろいろ入ってます。また、機会があったらぜひ見ていただきたいというふうに思います。とりあえずこの棚がそうですね。それから一番上には建築のシリーズ本、向こうから反対側のところからはみ出てきたようなものがあったりとかですね、これもでも非常にいい本で、そこに世界の広場と彫刻という本がありますけれども、あれは相当前にやっぱり買った本ですね。それから
マシンエイジという本がありますね。これもいい本です。それからここに全集の中から3冊ルネサンス、ローマ帝国、古代ギリシャっていうのがありますけども、これは僕が中学生の時に親に買ってもらったやつがあって、その中のちょっとこうなんていうんですか、好きなやつが残してあったやつをここに持ってきています。それからこの辺りは、先日、建築家でやっぱり事務所を廃業された方がいて、でその方が持ってきた本が少しありましたので、ここに、少し入れてあったりします。で、まあ、そのようなことで、この右側の棚っていうのが、あります。それから最後に僕の友人でこの矢作喜十郎という、この方は、グラフィックデザインが主なんですけども、若い時にですね、書道で日本一になったりとかですね、非常にマルチな才能を持った方で、本もたくさん書いてますね。このパッサージュであるとか、この自然に潜む日本であるとか、それからここにビジョンズオブジャパンという、本がありますけども、これは中を見るといろいろ分冊になってます。昔の、実際に現物がいろいろ集められている、彼の、割と金銭に触れたような、ものが実際にここに集まる。例えばこれ大和の、宅急便のシールみたいなものですけども、まあ、こんなものとかですね、まあ、いろいろ今の日本というものを考える上で、そういう矢作さんが集めたものがここに入っていたりします。まあ、こんな本を作ったりしている人です。でこういうものがまたありますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。建築に比べるといろいろこうなんていうんですか、例えば雑多だし、そういった意味で、もしかしたら、ご自分に合う掘り出し物みたいなものがあるかもしれません。大体以上ですかね。どうぞ皆さん、またこちらの棚も楽しんでください。